島崎和歌子は日本の歌手、タレント、女優、司会者、血液型大型。所属芸能事務所はゴールデンミュージックプロモーション。愛称は和歌ちゃん、和子さん、和歌子、和歌姉、姉さん本名は島崎和歌子と読む。高知県南国市出身。明治大学附属中野高校定時制中退。1973年、高知県南国市で生誕。 名前は、父親が、女優の坂井若子にちなんで名付けた。聖火は、裏が山で、窓を開ければ、カブトムシが侵入し、地人宅を訪ねれば、道中に、イノシシが出没するという自然豊かな環境にあった。幼い頃は極めて人見知りが強く、来客があると泣き出す子供だった。幼稚園では同じ園に通う、竹馬の上手な男児に恋愛感情を抱くが、自分も、 地区の技術を習得して、男児の関心を買うまでの積極性はなく、特に進展はなかった。南国市立岡小学校入学後は、近所の男児と遊ぶようになり、夏には川へ行きハンラーで水泳に興じるなど、快活な少女に成長した。後に、同小学校が100周年を迎えた際には、卒業生として、記念行事に出席、トークショーを行い、 恩師やかつての旧友と再会している。南国市立北領中学校では卓球部に所属、レギュラーとして県大会にも出場した。この頃卓球部の先輩から電話で交際を申し込まれるが、周囲は中学生の男女交際など論外という土地柄であり、両親に長時間節有される。自身もこうした価値観に影響され、 彼氏とキスしたと話す旧友には、不死だらで、許せないと、嫌悪感を抱いていた。また、バレンタインデーには、相手がおらず、女生徒同士で、チョコレートの交換会を行っていた。1987年夏、対価なく過ぎていく人生に疑問を抱き、何か、思い出に残る、大きなアクシデントが欲しいと思い立って、ロッテ CM アイドルは君だ。に応募。中山美穂の50。 50を歌グランプリは、相川恵リに奪われたものの準優勝、芸能事務所、ゴールデンミュージックプロモーション社長の市村義文に、スカウトされる。父親は、もう反対したが、これを押し切って、芸能界入りを決めた。1989年1月、フジテレビ系列で放送された、テレビドラマ、困らせないで、で、女優デビュー。 主演の小木の目陽子をいじめる気が強い高校生役を演じる。同年5月5日ポリドールから弱っちゃうんだでアイドル歌手デビュー。同期歌手デビューに親友の田村恵里子深津恵里中山忍、星野幸、マルシア、千葉美香、川越美和などがいる。同年7月には小沢夏樹の交番により打ち切りとなった魔法少女中華なパイパイの後番組として 急遽制作が決定した魔法少女中華なイパネマのヒロインに抜擢され、幼年層の支持を得た。また、デビュー2年目の1990年には、東宝映画、好き。で映画初出演にして、主演に抜擢される。本放送終了後22年後の2012年5月14日の世界丸見え、テレビ特捜部にゲスト出演した際にイパネマの変身ポーズを披露した。 状況当初は、高層ビルの高さと数の多さ、テレビのチャンネルの多さに驚かされ、休日にはテレビばかり見ていたという。一方で、高知で、島崎が出演する番組が放送されておらず、郷里での認知は十分ではなかった。高知ばかりではなく、業界全般の状況が、アイドル冬の時代と呼ばれるほど悪化しており、アイドルとして活動する場は徐々に減少しつつあった。 1991年、オールスター感謝祭及びクイズ。当たって25%の司会を務め、以降はアイドルから徐々にバラエティにシフトしていった。1997年の y ワイ,ワイティータイムでは、肥満気味であることを認め、番組の企画としてダイエットに挑戦するなど、仕事の内容も以前とは変質していった。 歌手活動も続けており、1991年3月には、平成3年3月3日午後3時33分の三並び開演となった東京公演など、6箇所を巡る全国ツアー、みんなに会いたい。若子さんさんを開催した。1993年20歳を迎えて発売したシングル H の後には、愛があるではへそを露出した衣装で、 挑発的なタイトルの曲を歌い、1994年発表のアルバムブルージーバケーションでは一転して大人びた雰囲気でまとめるなど従来のイメージを高めたものの、このアルバムを最後に一旦歌手活動に区切りをつけ、企画物を除いて楽曲を発表することはなくなった。歌手活動の中断はプロダクション社長の判断によるもので、本人も売り上げ不振を認め同意したという。 2001年、バウハウスより写真集、和歌子を発売、セミヌードを披露。写真集発売にちなんで、デビュー以来初となる握手会を実施した。写真集は、オールスター感謝祭で、参加賞として提供されたが、出演者からの評判は悪かった。2003年には、クラブ DJ の年行きごと等と、クラブで、抱擁や接吻を繰り返していた。 週刊女性で報じられた。この件については、接吻は余韻の中で挨拶のような意図で行ったものとし、交際を否定した。事件は活動分野が類似し、長く未婚を続けていた磯野キリコが結婚を発表した直後であったことから、注目を集めた。2008年にはデビュー20周年を記念して、ベストアルバム、 島崎和歌子 20th Anniversary Box を発売、サンシャインシティ噴水広場で開催された20周年、記念イベントでは、デビュー曲、弱っちゃうんだを17年ぶりに披露した。2009年には、自らが主演するドラマ、オーバー3 0の主題歌、ハッピーライフアスに向かってを発売、島崎和歌子名義では16年ぶりとなる楽曲となった。この曲のレコーディングにあたり、 ボイストレーニングに通い、過去の楽曲における地声に近い歌声とは全く異なる歌声を披露した。C、W、世界で一番暑い夏でも稀に見るハイトーンボイスを誇示した。オーバー3 0では専業主婦役を演じる一方で実生活では独身であることに注目が集まったが焦りはないと明言した。2011年以降は、 美容に関係した活動が増加している。週刊女性で美容関係の連載を持つほか、2012年には美容書美人を発売記念イベントではマツコデラックスが無駄に綺麗と評した。2016年には東映アニメーション制作の映画ポッピンキューで高知出身の主人公の母親役を演じ、ネイティブな土佐弁を劇中で披露した。 声優を務めるのは今作品が初。始まりはアイドルとして売り出し中の1990年から1991年に放送されていた TBS テレビの深夜バラエティ番組青春島田学校にレギュラー出演したことであり、これが TBS 初レギュラー島田晋介との初対面を呼び共演となった。後にオールスター感謝祭の初代プロデューサーとなる。 加藤義和が担当していたこともあり、18歳ながら、その進行力が評価され、加藤や新助の意向により1991年秋から、オールスター感謝祭とレギュラー版である、クイズ。当たって25%に新助と共に司会に、大抜擢されることとなった。25%は、半年で終了したが、1992年以降も、感謝祭は、毎年春、 秋の改編期の特別番組として放送されており、新助スケが2011年8月に芸能界を引退し交板するまで20年に渡りコンビを組んだ。長時間の司会を担当するのは初めてであり、当初は問題の読み上げが中心のアシスタント色が強かったが、現在では事実上の進行役を兼ねている。字幕上でも新助スケ及び公認の今田浩二と共に、 総合司会との肩書きが付けられている。また、2015年秋以降は番組で唯一の解禁出演者でもある。過去に若子が司会者席から退席したのは4回のみである。レギュラー、準レギュラー不定期、特番。ありがとうございます。